ルエリン・チャールズ、アラン・カービシュリーは、イギリス・ロンドン出身の元サッカー選手。ポジションは MF。チャールトン・アスレティック、ウエストハム・ユナイテッドで監督を務めた。イングランドを代表する監督。チャールトンでは、16年間という長期にわたって、指揮を取った。音楽プロデューサーとして、著名なビルを兄に持つ。1974年。 ウエストハムユナイテッドに入団。ユースチームで頭角を表し、1975年3月のタイチェルシー戦でトップチームデビュー。1979年にバーミンガムシティへ移籍。1983年にはアストンビラへ移籍したが、監督の交代などもあり、1シーズンでチャールトニへと移籍した。その後、 ブライトンホーブデイにシーズンを過ごした後、1990年に選手権リザーブチームのコーチという形でチャールトンに復帰、同年10月にはファーストチームのコーチに昇格。1993年に現役を引退した。A 代表の経験はなく、U-21 イングランド代表で1試合に出場したのみである。ハッピーテイキングヒズアイオフザボール。 カーブスズームックイン、ハットイングランドコーリング、カービッシュリーツーリーブチャールトインジョブ、ハットオニールトップスイングランドマネージャーポールハット、マクレロン。ネームドアズ、イングランドマネージャーハット、カービッシュリーネームドウエストハムマネージャー、ハットマグヌッセンヘイルズウエストハムサバイバル、ハットアランカービッシュリーリザインズアズ、ウエストハムマネージャー。ありがとうございます。